はい、改めまして、こんにちは。先ほどね、合衆団温度だったので、また次は千秋温度の方でね、お楽しみくださいませ。それではよろしくお願い申し上げます。
始末許してくられやトップ様を決して熱いと言ってはないわ土ちもぼりひの子じゃないか死んで笑いを泣くではないわそなた一人は殺しゃせぬ君とまた言うも夏ぬらいもの人女の板挟み会話が身にかかる攻め声もここで白状いたしたならばお医者様にと名はかかる物はうまいもの言うたなら父はながらの人柱いかに利平を攻め立てようとなんで白状するものか天野や利平は男でとんざるはい、赤い獅子の四字と騎士我が身に一つに変えられるか、はい、じっと捕らえて白状せねばたまに垂れてかお奉行は利平女房のお律を呼べとお庭の先にと呼んでくる、はい、女心の千里舞いもと声女房の森津義松そばにと駆け寄りてお許しくださいお奉行様よ子供には罪はないものをこんな仕打ちはもうたらしゅうてとても我慢はできませぬおっとり平に罪となれば頼まれましたほかじゃない実は朝の朝のという縫いかけるください「お奉行様よ女房のお律は女なら」はい「我が子夫の姿見てか心の狂った気違いも」はい「つかぬまた言葉も申します」引き立てようと後ろ姿を見送りて、はい、そちはしばらく入牢いたせば必ず白状するだろうと、はい、強いばかりが武士ではないわい情け知るのは物の不能、はい、刃二本はだけには持たぬ全てのことは胸の内、はい、天野や